こんばんは。どうもこんばんは。こんばんは。台風どう？なんかね、お昼ぐらいにコンビニ行った時にはめちゃめちゃ強かった風。なんかコンビニに行く行きしなは全然なんかちょっとパラパラ雨降ってるぐらいだったんだけど、なんかコンビニでお買い物して帰ってくる時ね、もう傘壊れそうなぐらい強風だった。びっくりした。そう、結構強かったよ。曇ってて風もなく台風過ぎました。一番なんかいい感じじゃんいい感じの過ぎ方。傘壊れたよ。やっぱ壊れるよね。でも泉の傘はちゃんと耐えてくれたよ。めっちゃしなってたけど4時間しか起きてないとほんまに。うん、もう起きてるよだいぶメールした時には4時間だったってことね。今はもうだいぶ経ってるよ。そりゃひっくり返らんかった、ひっくり返らんかった。戦ってたから別に。傘ひっくり返るのさ、なんかさ嫌いなのだから心臓バクバクするから嫌いでさ。だからさ、これが傘だとするじゃん。こうやってさ、こう刺してたらさひっくり返るじゃん。だから風にこうやって立ち向かってたそう、立ち向かってた。そう、骨太の傘やったのね。うん、普通にコンビニで買ったビニール傘そう、ビニール傘普通に。でも風に強いとか書いてたよ。セブンで買った昔ちょっと前に。そう、風に強いって書いてあったよ。耐えてたちゃんと。骨が白いやつ、そう、骨が白いやつ、そうそうそう。今日出かけたコンビニに行った。野村家のショールームでカワウソカワウソ言ってたよ。どういうことどういうことですか。詳細を教えてください。見てないよ、動画面白かった、ありがとう。チャオなるの。そうだよ、髪黒くなるよ。髪黒くしないといけないから。台風なんで十数年ぶりに家から出ない日でした。え、すごい、毎日家出てるの？休みの日でも。すごい。休みの日は本当家出ない時あるよ。普通に前日に食料調達しといて。黒の後は何色に？普通に茶色にすると思う。あ、もう一回もしかしたらなんかするかな。どうだろう。カワウソを散歩してた人がいたんだって。あ、いた、いるよ普通に。たまになんか見たことある。風の音する？しない。泉の、うん、うん、しない。奈緒さんみたいにピンクには、なんかああいうピンクじゃないけど、泉
前回なんか紫っぽいピンクっぽいなんか色入れたんだよ。でもツイッターとか見たら多分それらしきもの出てくると思うけど、でもそんななんかはあれだったけど、なんか奇抜ではないけど、今は何色？今はその色が色落ちした色です。今の髪色も綺麗だ、本当？てかさ、そうじゃん、今日さ、熱湯甲子園なかったんだよな。今日甲子園自体中止だったから熱湯甲子園もなかったんだよな。ほんとなんかもう、なんか悲しい、てか寂しい。明日はあるかな？やっぱあるよね、明日は。明日ある？台風だからしゃあない、そりゃしゃあないんだが、やっぱ寂しいよね。もう泉、じゃあ22日が終わったらどうなってしまうんだろうと思う、自分が。もうほんと、明日中止だったらなんかもうなんかはあってなってると思う。まあでもしゃあないんだけどね、だってもう自然には逆らえないからさ、安全第一だし、しゃあないけど、やっぱ悲しいよね、寂しいよね。なんか確かにグラウンド状況どうなんだろうね。でも土足してそう。明日は甲子園見れそう？見れなさそう。あ、でもなんかちょっとは見れそうだけど、明日美容室行ってそれから公園だからそんな見れなさそう。甲子園は水はけで、そうなんだね。公園も中心になったもんね。まあしゃあないよね、だって本当安全第一だし。甲子園に屋根つけよう。もう甲子園球場に屋根をつけてしまったらもうそれは甲子園球場じゃないと思う。あれはあれだからいいんだよ、やっぱ。明日の公演も中止な。今のところ普通に開催予定です。開催？開演予定です。そういう連絡は来ていません。普通にやると思うよ、明日は。甲子園日焼けがやばい。まあね、それもやっぱりいいんだよ。それもやっぱりいいんだよ。やっぱ甲子園、いいんだよ、それが。やっぱ今食べたいものある？今か、今何食べたいやろう。どうだろう。
んだろう特に分かんない、思い浮かばんなのか、うん、これといってって感じ。アイス、あーアイスね、いいねアイス。明日名古屋15時から曇りみたい。本当？アイス買った？買ってないです。最近ね、ここん最近食べてない。いや最近って言っても本当最近だけど、あ、なんかその食べ物の話されたらお腹空いてくるんだよね。うん、最近なんかお腹空いちゃう。レモネードって流行ってるの？まあ流行ってる。最近なんか流行ってきてるよね。カトリとカラサはどっちが好き？どっちもす、なんかどっちもどっち、なんかどっちもなんか別に一緒かな。うん。どっちも一緒です。サーティンは行ったことありますか？普通にあるよ。あ、確かにバナナジュース流行るって話あったよね。バナナジュース美味しいから好き。何食べたいやろう。って感じ。三ツ矢サイダーのレモネードあるの知ってる？そうなの？でもあれだよね、レモネード屋さんにはね、いろいろあるよね。レモネードとコーラとか、レモネードとソーダとかいろいろあるけど、今メロンボールシャーベット食べてる。あのメロン、あれメロン、メロンの形のやつ、あれ食べたことある。あのピーチの形のやつとかも、レモン、みかんの形とかもあるよね。レモネード屋さんあるの？あるよ、普通にレモネード屋さん。そのレモネード屋さんがなくて困ってる。普通に松坂屋とかにあるよ。あのシリーズは容器取っておきます。そう、普通に捨てちゃったよ。松坂屋はどこにあるのですか？名古屋は栄にありますね。松坂屋が長崎にはないもん。いや、別に名古屋のそのお店は松坂屋に入ってるだけで、他のところは分かんない、どこに入ってるか。別に違うとこにあるんじゃない？鬼滅の県民賞見たんだけど、水なす好き、普通に好きです。お漬物好き、水なすとかの。めちゃめちゃ松坂屋なんか、忘れちゃった。普通に調べたら出てくると思います。調
調べてください。多分出てくるから普通に。漬物美味しい。水なすってなんなんや。え、水なすは水なすだよ。水なすは水なすです。デパ地下行くの？あんま行かないかな。うん、自分でつけてみたりする。うん、しないかな。あ、でもなんだっけ、うん、しないです。マーボーナスが好き。マーボーナス美味しいよね。わかる、その気持ちはすごくわかる。泉州の水なし有名。確かに有名。ナス苦手。以前も昔は苦手やったけど、普通になんか漬物とかマンボウナスとか食べてみたら美味しくて食べれるようになったよ。でも分かんない、やさ、なんか普通の炒め物のまナスビは分かんないけど、普通にマンボウナスとかね、お漬物はすごい好き。ナスの天ぷらは、ナスの天ぷら食べたことないな。え、関東って水ナスあんま聞かないです。本当？そうなんだ。ねえ泉さ、ナスじゃなくてナスビっていう派なんだよね。で、ナスとナスビの違いは何なん？なんかあれもそうだよね、鮭か酒みたいな。でも鮭って言っちゃうんだよね。なんかその違いは何なんやろうと思う。自分はナスビって言っちゃう。ナスビのビって何？分からん。ナスビって言うんだって泉は。そう、酒も鮭っていう人やから。地方なんかね、やっぱほ、なんかそういう方言みたいな感じ。大阪弁なんや。関東がナス、そういう感じ。そういうナスビっていう。ナスビの発音がバナナと同じだ。うん、同じ。なんかいろいろと、え、なんか大阪弁とか関西弁ってさ、なんか方の方言ってさ、なんか意味はわかるけどさ、あれだよね、なんか方言、なんかイントネーションが違うってだけだよね。なんかほぼなんか言葉自体が違うっていうのはあんまなくない。ベニジャケ、え、ベニベニベニジャケ、ベニジャケ、うん、ベニジャケって読んじゃ、なんて読むの、みんなは、みんなはなんて読むの。アメをアメちゃんっていうのは大阪だけ。普通に泉はアメって呼んだりするけど、別になんか大阪でもなんか普通に人によるアメちゃんっていう人とか、アメ、普通にアメっていう人もいるし。
自転車自転車って呼ぶよ。あれでしょ、標準語は自転車でしょ。わかる、わかってる、わかるけど普通に自転車って呼んでたね昔は。まず両方喋れるからさ、あの標準語も大阪弁も。ハメは常備してる、別に食べるけど。関西弁のバナナって英語のイントネーションと同じじゃない？バナナ、バナナ確かに確かにそうだね。思いついた方を話すの？うん、普通に思いついたとか別に普通になんか喋ってるなんか普通に普通に喋ってますでも地域によって少し違いますね。うん、違うね、そりゃ。最近チョコバナナ食べた？食べてないです。7月と7月。うん、普通に7月って言うよ。泉は普通に7月って呼んでたかな。7月、7月って言ってた気がする。うん、普通に。後ろのぬいぐるみアザラシかな。カワウソです。カワウソでございます。さやかって工藤って言わない、言わない。それはコナンですな。言いません。ナイアを7月って言ってた。うん、確かに言ってたね。ミスドも違う、うん、違うよ。だってイントネーションが違うんだもん。和歌山の知り合いはせやかてって使ってたわ。あー、でも使う人はいるよね、普通に。せやかては、せやかて工藤は言わんよびっくりドンキー略して、泉略さんのよね、普通にびっくりドンキーって言ってた。握手してファンになりました、ありがとう。また握手会来てね。ケンタッキー普通に、なんかあんまりなんか略してないかも。普通にケンタッキーもケンタッキーって言ってる。セブンイレブンはなんて言うの、大阪にいた時はセブイレって言ってたけど、あのこっちに来てセブンになった。なんかセブンの方がなんか早いなと思って。それにセブイレって言ってたらいちいち反応されるからさ、普通にセブンになりましたね。ツイッターのフォロワー増えた。まあ普通にちょっとずつ。マクドからマック、水もマクドからマックになった。大阪にいた頃はマクドって言ってたけど、こっちに来てマックになりました。なんかいちいち反応されるじゃん、なんか、え、マクド？みたいな。だからそれがなんか、あーってなって普通にマックっていうようになった。ファミリーマートはファミマ、ファミマって言ってる。あー、でもあれでしょ、あれでしょ、標準語はファミマでしょ。ファミマ、またこっそり会いに行っていい、ぜひ、いつでも。
スが重っ。サークル系はなんて言ってた。サークル系、サークル系多分丸系でしょ、あの名古屋では。初めて聞いたもん、へみたいな、びっくりした。初めて聞いた時はサークルって丸系ってなった。みんな丸系って言ってて、そんな略し方するんやって思ったもん。初めて聞いた、名古屋に来て丸系って、みんな丸系丸系言うてたから、おおってなったけど。デイリー山崎はデイリーって言ってたかな。セイコマートって何？前髪切った？切ってないです。マルケなくなった、確かになくなっちゃったね。ファミマになったよね。セイコマートって初めて聞いたんだけど、何？あ、なんて読むの？ AMPM？ AMPM？ AM は午前で PM は午後。あれ、わかんない。その髪色何色っていうの、わかんないですね。染めてから色落ちした色ですだからわかんないんだよね。大阪デイリー山崎多い。そんな見ないかも。なんかわかんない。普通になんかセブン、ファミマ、ローソンあたりをよく見るからわかんない。そんな、お時間、お時間だ、本当だ。あ、 AMPM っていうコンビニがあったん。そうなんや。あ、13位、セム社長さんありがとうございます。12位が幸せバターさんありがとうございます。11位が Z さんありがとうございます。10位がみずちーさんありがとうございます。9位がチャッパタイムさんありがとうございます。8位がチーフさんありがとうございます。7位が今太郎さんありがとうございます。6位が淳之介さんありがとうございます。5位が健太さんありがとうございます。4位が小雪さんありがとうございます。3位はエギシャンさんありがとうございます。2位がマザボムさんありがとうございます。1位がみんなさんありがとうございます。以上、ありがとうございました。スタスタスタ、ありがとうございました。スタスタおやすみなさい。またね、また明日。バイバーイ。バイバーイ。またね。バイバーイ。バイバーイ。またねー。